2014年10月15日の夜、ある閑静な住宅街に悲鳴が響き渡ります。異変を感じた近隣住民が様子を伺いに出ると、衝撃的な光景が広がっていました。一人の若い女性が血を流した状態で倒れていたのです。女性が倒れていたのは埼玉県入間市の入間市役所から西に100メートル入った豊岡1丁目の路上。時間は午後10時50分頃です。すぐに埼玉県警狭山署に通報、女性は搬送されました。しかし残念ながら間もなくして息を引き取ってしまいます。この女性は大東文化大学3年生の佐藤静香さん、当時21歳であると判明しました。彼女の家は発見現場となった路上からたった20メートル先、ご両親と弟の4人で暮らしていました。サッカーや音楽、お菓子作りが大好きだったという静香さん。家庭ではムードメーカー的な存在で、家族のためにケーキ教室に通い、モンブランケーキを振る舞ったこともあるそうです。お母様曰くその味はプロ並みでとても美味しかったとのこと。学業の方も頑張っていた彼女。大学では英米文化を専攻し、優秀な成績を上げていました。2013年の夏は小さい頃からコツコツ貯めてきたお金でイギリスのリーズに短期留学を果たしています。そんな静香さんは家から約600メートル離れたコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。そのハキハキした接客は利用客からも好評だったそうです。孫を連れてよく店を訪れていたある女性は、私の2歳の孫にも可愛いねといつも構ってくれていた。店の看板娘という印象でしたと語っています。いつも笑顔で明るい子だった。みんなから好かれていた静香さん。あの2014年10月15日の夕方、母親にいつものように行ってきますと告げてバイトへと出かけました。そして10時頃、バイトを終えてお店を後にしています。彼女が血を流した状態で倒れているのが見つかったのが、前述の通り午後10時50分頃のこと、帰宅直前でした。バイト先を出てから家に戻るまでの数十分の間に、一体あの路上で何が起きたのでしょう。警察はすぐに捜査を開始します。捜査開始直後の10月16日午前1時20分頃、狭山署へある一人の男が出頭してきました。何かご用ですか？署員が尋ねたところ、この男は静香さんのことについて語り始めます。男の正体は静香さんが勤務していたコンビニからわずか150メートル先で暮らしていた沼田祐介、当時20歳でした。コンビニから出てくる佐藤さんの後をつけた。暗い小道に入ったので襲った。突然そう供述を始めました。その内容から捜査一課はこの沼田が前日の午後10時15分から45分頃の間に静香さんを路上で背後から襲い、胸などを複数回刺したと考えます。実際沼田の供述に基づいて現場周辺を捜索すると、凶器に使われたとみられるコンバットナイフが見つかりました。このナイフは1週間前に東京都内で買ったと供述した沼田。ということは、少なくともその前から静香さんを襲う計画をしていたものとみられます。司法解剖結果も発表され、彼女は胸など数十箇所を刺されており、死因は失血や呼吸不全と判明しました。刺し傷は背中や胸に集中し、一部は肺にまで達していたとのことです。やはり沼田祐介が静香さんを襲い死に至らしめた可能性が高い。しかし気になるのはその動機です。この男はなぜ彼女を刺したのでしょうか。彼女はよく行くコンビニの店員ですと警察に供述した沼田。マスコミからこの男と静香さんが友人同士だったという報道が出ました。そして2人の共通の知人も報道陣に対してこう語ります。沼田はコンビニに可愛い子がいると話していた。静香さんは後からつけられている気がすると怖がっていたこともある。ということは、沼田と静香さんとの間に怨恨関係があったのでしょうか。しかし警察が調べた結果、2人はただの店員と客との間柄であり、特に面識はなかったことが判明します。よってマスコミが報道していたような個人的に会うような間柄だったということはありえません。ではなぜ沼田は静香さんを襲ったのか。曖昧な供述ばかりで直接的な説明をしない沼田。それでも警察は詳しい動機を調べにかかりました。すると沼田祐介の置かれていた状況から徐々に経緯が明らかになっていきます。
事件当時、沼田は日本文化大学法学部の2年生でした。ただし、大学生とは名ばかり、1年生の後期からほとんど学校には通っておらず、2年生になってからは単位も一切取得していませんでした。この男が精を出していたのは、2014年1月に入団した入間市消防団での活動です。消防団での月数回の活動は、無断欠席することもなく、ほぼ参加。やむを得ず休む際も必ず連絡を入れていました。こうしたことから、同じ入間市消防団の団員は沼田のことを、頼み事も嫌な顔一つせず引き受ける人だった。悩みがあるようには見えなかったと語っています。また沼田は、将来は警察官になりたいとも周囲に話していたそうです。大学には溶け込めなかったかもしれない。しかし、地域の活動に希望を見出していたように思われる沼田。ただし、この男は、その陰であることに対して恨みを募らせていました。実はそれが、沼田が大学に通わなくなったこと、そして今回の事件と深く関わりがあります。沼田は大学入学当時から好意を寄せている女性がいました。ただし、入学の翌年、その女性は、よりによって自分の友人と交際するようになったそうです。それを知った沼田は、ショックを受けて学校を欠席するようになりました。これがこの男が後期から大学に通わなくなった理由です。その結果、追試試験も受けられなかった沼田。これにより留年が確定してしまいます。自暴自棄になったこの男は、あることを思いつきました。罪を犯して刑務所に行こう。そのためには誰かを殺す必要がある。こうしてコンバットナイフを購入した沼田。事件当日の2014年10月15日、午後8時過ぎ。消防団の集まりに行ってくると家族に告げて家を出ました。その後は西武池袋線入間市駅付近をうろつき、コンビニに入ったりなどして襲う対象を探します。その光景は防犯カメラにもしっかり捉えられていました。その後、沼田はある一軒のコンビニの前を通りがかります。すると、以前から可愛いと思っていた女性店員がバイトを終えたらしく、店から出てきました。佐藤静香さんです。誰かを殺そうと思って周囲を歩いていたら彼女が目に留まった。女性なら反撃されにくいと思った。こうして沼田は静香さんの後をつけ、住宅街に入ったところで襲ったのです。殺すのは誰でもよかった。これがこの事件の真相です。たまたま目に入った女性が静香さんだった。それだけ。なんという動機でしょう。沼田のこうした供述は不可解極まりなく、地検も頭を悩ませました。罪に問えないかもしれない。地検は刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置にかけることにします。その結果、刑事責任を問うことができると判断、殺人と銃刀法違反の罪で沼田を起訴しました。裁判では、この男の姑息な考えが明らかになります。静香さんをコンバットナイフで30回以上刺し、殺害した沼田。人生をリセットするために刑務所に行きたかった。殺すのは誰でもよかった。初公判でこの男はまたしても誰でもよかったと言い放ちました。公判時は無職だったことから、大学からも消防団からも除籍になったのでしょう。見放されて当然です。検察側は失恋と留年が確実になったことから、現実から逃れようと思い、誰でもいいから殺害して服役しようと考えたと沼田を追及。これに対して沼田は、犯行は計算の上で行ったと主張します。前科がなく、被害者が2人以上でないなら死刑にはならない。おそらく懲役20年近くになるだろうと考えた。1人だけしか殺さなければ死刑は免れ、有期刑で出てこられる。刑務所に入りたいのに、いずれ社会復帰はしたい。なんという自分勝手かつ姑息な考えでしょうか。身勝手かつ浅はかな考え方だった。本当に申し訳なく思っています、と静香さんのご遺族に謝罪した沼田。しかし検察側は大目に見ることはありませんでした。面識のない被害者を殺害すること自体理不尽極まりない。経緯も身勝手かつ利己的であると沼田を糾弾。そして無期懲役を求刑しました。無期懲役になれば沼田の目論見は外れます。この男の狙い通りにはさせないという並々ならぬ決意が伺えました。一方の弁護側は、沼田が自首をして反省している点を強調、懲役18年を求めました。判決は、求刑通りの無期懲役でした。その後、沼田は控訴もしなかったことから、この懲役が確定。
その狙いは外れ、ほぼ一生刑務所で過ごすことになりました。明るくて優しい人だった。誰からも慕われた静香さんの葬儀には約400人もの人々が参列したそうです。そして多くの人が晴れ着姿で微笑んでいる彼女の遺影の前に立ち、ハンカチで目を押さえ涙を流しました。事件が起きたあの日、しんしんと雨が降る中、静香さんの家ではお母さんと弟が彼女の帰りを待っていました。いつもより遅かったので、まだ友達とおしゃべりしているのかなとお母さんは思っていたそうです。あの時、なぜそう思ってしまったのだろう。もし自分が迎えに行っていれば。まさか夕方に交わした行ってきますという言葉が娘との最後のやり取りになるなんて思いもしなかったでしょう。事件が起きたのが家の目の前だっただけに、ご遺族は静香さんの死を激しく後悔しました。彼らには全く落ち度はありません。当初の人生計画が外れて無期懲役となったこの男、今刑務所の中で自分の残りの人生とどう向き合っているのだろうか。